Sean, it's about your sister, Sarah. She was found dead in Tokyo this morning. Don't do anything stupid. You're on your own. Good luck. ショーン・エドワーズさん、私は警視庁の奈良です。あなたにいくつか聞きたいことがあります。生まれはイギリス、イギリス陸軍の特殊部隊にいた。シンガポール、オーストラリアに住んでいたことがあり、そして東京にもいた。武士道にも精通している。ショーン、俺の言ってる言葉がわかるんだろ。日本に精通していると自負するなら礼を尽くせ。日本に来た目的は何だ、ショーン・エドワーズ。 You know why I'm here。 妹の死の復讐に来たんだろう。それは俺たちの仕事だ。どうぞ。本当に大丈夫なんですか？あの男は外人ですよ。あの男は暴走する傾向がありますよ。奴の上司から協力してほしいという要請があって、我々はそれに従わなければならないそうです。医師、外してやれ。外せ。ショーンが戻ってきたらしいな。俺が相当の金と時間をお前の計画に投資してるんだ。あの女どもやったんだから、俺が欲しいものは持ってきてもらえるんだろうな。お前何やるか分かってんだろ。ショーンをやれ。終わったら電話しろ。Tell him! Tell him the truth! お前に言うことなんてない。 You're lying! 関係ないんだ。Step back! Put the gun down! Tell him! Tell him! Okay! 知らないっつうの。He has something to tell you. Tell him now! Tell him now! よく戻ってきたな、ショーン。計画がうまくいかねえんだよ。はい、わかりました。やつ見つけたぞ。
現場です。今朝から警察の現場検証が行われています。遺体は20代の女性で、首に切られた跡があることから、警察では殺人事件とみて身元の確認を急ぐとともに、一連の事件との関連を捜査中です。